サラマンカ神大聖堂は、スペインカスティーリアイレオン州サラマンカ県サラマンカにあるカトリックの教会である。ユネスコの世界遺産、サラマンカの旧市街の構成遺産となっている。サラマンカ旧大聖堂は狭かったため、1513年に神大聖堂の建設が開始された。その後2世紀余りを経て、1733年に神大聖堂が完成した。 新大聖堂の建設工事は2世紀以上にわたったため、ゴシック建築、ルネサンス建築、バロック建築の3つの様式が混在している。聖書に記された預言者、伝道者の人物の共像がある、円形装飾があり、100日間ステンドグラス、そしてイエスとヒスパニック教会の聖人のレリーフがある。サラマンカ新大聖堂にはパイプオルガンが設置されている。 このパイプオルガンは、天使の歌声という通称を持ちながら、200年以上も、音が出ず、壊れたままで放置されていた。1974年には、日本人オルガン製造者の辻博氏が、寝台聖堂を訪れ、このパイプオルガンに惹かれた。辻はビクトリアの神父に修理を交渉し、一旦は断られたものの、諦めずに待った。1985年2月に、 日本から皇太子と美智子夫婦が訪れたことがきっかけに、1988年末には東京でコンサートによる募金が行われ、またスペインに進出した日本企業などから資金提供が行われた。辻は1989年8月に修復作業を開始。1990年3月22日に終了。3日後の3月25日に奉検式を行い、 日本の NHK とスペインの国営放送、トゥブと共同のお披露目コンサートが生中継された。1994年10月には即位後の天皇皇后陛下が訪れ演奏を聴いた。1994年には岐阜県県民触れ合い会館のホール棟、サラマンカホールが完成。岐阜県の要望によって、サラマンカ近郊のビリアマヨール村の石彫り技術者が、 彫刻作品を制作し、1998年3月に取り付けられた。AB 世界遺産、サラマンカの旧市街半球交通社、AB サラマンカ信頼制度エクスペディア心、揺さぶれ。先輩ロック U 日本テレビハット ABCD 日本と、サラマンカ日本とサラマンカ大学ともの会。ありがとうございます。